どうもこんにちは、和道です。今日はですね、2019年1月の20日ですね、朝の7時35分、今からトレーニングをやろうと思います。皆さんよろしくお願いします。今日も5キロ走りたいと思います。でね、そろそろね、14日目なんで2週間経過するので体追い込もうかなと思っていて、ちょっと昔やってた企画を掘り返す感じなんだけど、あのね、5キロ走ってる間に上がった花火の数だけ最後に、ダッシュをするっていうリスナーさん参加型追い込み企画にしようと思ってます。よろしくお願いします。じゃあそんな感じでタバコ吸い終わったらそのまま走り行きましょう。今日も皆さんよろしくお願いします。おはよう。今日も走ります。よろしくお願いします。だから俺は花火師さんが爆投げをしないように早く5キロを走ると、いじめられないようにっていう勝負をしたいと思います。これをやりましょう。一服したらやろうと思います。とりあえず今昨日のタイムが28分30秒だったんで、あの日に日に速くなってってるんですよ。走るのが30分切り始めてるんで、ちょっとね4日目もこの30分切るタイムは絶対にキープしつつやりたいなと思ってます。じゃあ行きますか。やだな、走んの。毎朝こう走るのが、走り始めが憂鬱でしょうがないですね。行きましょう。今日のトレーニング、どうも好きになれないんだよな。
今日は天気いいか。寒いね。ちょっと筋肉痛っすね。やっぱ早めに走ってるんで、いつもよりちょっと筋肉が張ってます。寒いね。まだ暖かくなんないっすね。おはよう猫の目。おはよう。朝早いね、相変わらず。今から走ります。お、ゆうこさんおはよう。ボンいないかな。ボン寝てるかな。まだタイムキーパー誰かやってほしいけど、誰か手空いてる人いないですか。いないかな今日は。もしよかったら1分経過2分経過って誰か書いてくれると嬉しいです。今日も走ります。あと1分後に走ります。ああいいよいいよ、仕事の準備中か。しょうがないね。誰かね、タイムキーパーやってくれると嬉しいです。手空いてる人、1分経過2分経過って誰か書いてください。タイムが分かんないんで調整ができないんですよ。配信しながらだと目悪いから、あの字が読めない。コメントは見えるんだけど文字が小さいから見えない、時間が。誰かやってくれると嬉しいです。それじゃあ行きましょう。10秒前。
な今充電できてる。充電切れるかも。
ベスト。うわ、2発目ありがとう。ハーフです。最高記録。マジかよ。ありがとう。17分経過。
やべえ、充電切れるかも。充電切れそう。花火ありがとう。いつもより2分早い。いい感じです。2分早い。ああ、充電切れるな。ああもうやめて、ありがとう、もうやめて、ああもういい、もういい。おはようございます、和道です。2019年1月の20日朝8時15分です。すいません、あの iPhone の調子が絶不調で、あの iPhone 落ちちゃいました、ごめんなさい。誰かもしあのお金持ちの方、誰か iPhone 支援していただけると嬉しいです。お願いします。
マジで配信ができないっす。先ほど今日タイムキーパーやってくれたのはのりこでした。のりこ本当にありがとう。多分なんだけど28分台で走ることができました。なんでかっていうと中野坂上の時点で昨日のタイムよりも2分早かったんで、信号に1回も今回捕まらなかったんで30分は余裕で切ってると思います。以上です。あと、花火をくれた和田っちさんと、あと匿名の人、合計6名というか花火6発上がったんで、今からダッシュ6本やろうと思います。よろしくお願いします。今日のロードワーク30分切りました。ちょっと途中で iPhone 落ちちゃったんですけど、ちょっと機材トラブルなんで申し訳ないです。なんだろうな、充電切れるな。どんどんメーター減ってくね。これやばいな。一応充電器挿してるんだけどね、給電されてないね。ゆっくりゆっくり減ってく。充電器挿してるんだけど、多分消費電力の方が多いんだろうね。どうしよう、まずいっすね。ちょっともう 20% しか残ってない。何なんだろう、何が原因なんだろう。もう電池が下手ってんのかな。ダメっすね、 iPhone が。まいったな。じゃあいただいた花火6発分ちょっと家に帰って、iPhone 固定する装置取ってきて、そっからダッシュ6本入れたいと思います。足パンパンだよ。でもだんだんね、速く走るコツがだんだん分かってきた。要は無駄な力が入りすぎてたんだね。なんか筋肉痛にもならないし、速くテンポよく走るコツが分かってきた。だんだんリズミカルに着地の時に踏ん張らないで、なんて言うんだろう、羽みたいにこう、なんて言うんだろうな、軽く蹴って軽く前に進む感じのランニングやると膝にも負担かかんないし、毎回ね、肩とか体の無駄な力が入ってるのがよく分かりましたね。最近だんだん分かってきた。軽やかに走るっていうか、トン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 っていくと疲れないですね。肺は苦しいですけど、肺と心臓は苦しいですけど、足、体への負担がすごく軽くなってますね。誰だかね、花火だもらった人が分かんなくて充電落ちちゃったんで、ちょっとそれが、バッテリーが残り 19%。 なんだこれ、もうマジで最悪だな。バッテリー切れるかもしれないです。
なんだろう、冬だからかな、なんかね、寒いところに行くとバッテリーがガーって減るんですよ。あ、もう 17% だし、ちょっとまずいっすねこれ。あ、もう 15%。 ダメだなこれ。水がうまい、はあ、いい天気だな今日。13%。 ちょっと家帰って充電しましょう一回。ちょっとバッテリーが持たないっすね。 13% しかないんで。そうそうさん、おはよう。地獄の企画って何？まだ花火投げたらダッシュ増やせる？いや、ダッシュ増やせない。もう5キロ走ってる間に花火飛んだ数だけ今日からダッシュ入れるっつって6発飛んだ。今から 6発分走る。今からダメ、壊れる。初日にそんな何本もやったら壊れる。あ、ていうかバッテリーがもう 10% だよ。一旦充電しましょう帰って、水分補給して。まだ増やせない。もうまた明日。今日は6発分。あー、 7% だ。充電ていうか、そうそう、iPhone 買ってやばい、もうダメだこの iPhone、 もう 6% だもん。それまた落ちるかもしれない家着く前に。誰か iPhone 買って、マジで本当にダメだ。こんな配信にならないよ。もう5年も使って3回ぐらい画面変えてるからね。もう中ボロボロなんだよ、バッテリーもアプリも。誰かお金の持ち主の人、アイテムじゃない、 iPhone 買って最新のやつでいいから。わがまま言わないから、最新の iPhone 買って。誰か一番高いやつでいいから買ってください。iPhone 欲しいな、配信用の。これダメだもん。いやでも頑張ったよな、もうボロボロだもんな。よくやったよこいつも。一旦家帰って充電して水分補給してから6本走ります。3本も6だからすぐバッテリー切れて困ってる。やばいよね。周辺しようかと思ってるよ。これ買わないダメだ。ビル・ゲイツなリスナーさん、 iPhone 買ってください。ウォーレン・バフェットさんいませんか。ビル・ゲイツ、ウォーレン・バフェット。そうそうさん、これで買ってください。花火ありがとう。ありがとう。そうそう、あ、ワンちゃん外出てる、大きいワンちゃん、おはよう、大きいワンちゃん外出てる。ちょっと充電します。一旦だろうな、これダメだな。 iPhone6 って いつだったっけ、4年前だっけ。ニコ生の時に買ったから多分4年ぐらい経ってると思うんだよな。
家のコンセントだとね充電できるんだよ。多分気温だと思うんだよね。だからちょっと一旦充電かけますね。ごめんなさい。いや太ももパンパン。じゃあリスナーさんからいただいたポカリで乾杯したいと思います。KP KP 充電が 30% ぐらいになったら走りに戻りましょう。いやもうヒヤヒヤだよ毎日。いつ iPhone つかなくなるか。バッテリーのバックアップとか取っておこう。まずいさすがに。誰が花火くれたんだろう。申し訳ねえな、匿名さんで投げてくれた人に。申し訳ないっす。これ後から分かんないんだよね。配信中しか分かんないんだよ。匿名さん花火ね3000円分入ってるんで6発ですね間違いなく。ありがとうございます。これ毎日やりましょう。5キロ、俺はリスナーさんが花火ためる投げるタイミングをなくすためになるべく早く走ると。鬼ごっこですよ鬼ごっこ。ゲームにしたら面白いでしょ。鬼ごっこにしたらどうせさマラソン配信かそるからさ、もうみんなが寝てる間にパッと朝走って5キロ投げたかったわって言われるような。岩さん充電100になるまでに抜いたらダメになること多くらしいよ。ああそうなんだ。もうね配信者だからなくなったら刺すとかでずっとやってるからもうボロッボロなんだと思う。教えてくれてありがとうね。もう4年間ずっと刺したり抜いたりとか。配信者だからしょうがないじゃん。リスナーさん待ってるからさ。もうね使い方が荒いからしょうがないんだよね。今 8% まで回復した。 30% だったらもう多分ダッシュ持つと思うんで、30% になったら走ろう。でもすごくない？ 4 日連続30分切ってるよ。今日多分ね27分台だったと思うよ。あ中野坂上最後の駅の段階で2分まくってたの。確かねのりこが21分経過って書いてあるから、あそこから6分で走れるから27分台だと思う今日のタイム。ちょっと確証はないけど間違いなく30分以内に走ってるね。4日連続30分切ってるからね。もういい感じ。今日ハーフのタイムが15分台だったかな。16分まくってたから相当速く走れたと思う。だんだん速くなってるね。まあまあマラソンのためにね速くなることが目的じゃないからあれなんだけど、だいぶいい感じですね。髪の毛切ろうかな。もうさすがに髪の毛伸びてきたな。まだ 8% か。技術練習ほんとどうすっかな。
技術練習とスパーリングだよな。技術練習とスパーリング、ツイッターが新しくなってる。へえ。わ、ツイッターが新しくなってる。パソコン版のツイッターアップデートしてるよ。新しいツイッターへようこそってやったら変わった。あ、こっちの方が使いやすい。わ、いいじゃん、めちゃめちゃ。え、新しいツイッターめちゃめちゃいいんだけど。へえ、使いやすい。あ、こうなったんだ。お、使いやすいこれ。え、新しいツイッターめっちゃいいんだけど。よくないこれ。わ、いい。え、新しいツイッターめっちゃ良くなってる。うわ、すげえいい。へえ。うわ、ツイッター進化した。すげえいい。見た？パソコン版のツイッター。新しくなってるよ。すげえ見やすくなってる。お、これいいな。うわ、めっちゃ使いやすい。見やす。今ね、充電が 12% ですね。今充電 12% です。13%、 まだ時間かかるな。 iPhone っていくらすんだろう、新しいやつ。 SIM フリー。 iPhone 期間限定、実数 iPhone XR が6万円からって書いてある。え、期間限定ないこれ。下取りに出して新しい。あ、え、なにこれ、え、なにこれ、安くなってる。なにこれ、え、なにこれ、ストア新宿、え、どういうこと、どういうこと、iPhone ギブバックで条件を満たす iPhone 携帯またはタッチのアトリを出すと、仕組みを見る。使い終わったデバイスをオンライン、またはアップルストアで下取り出すことができる。
アップルストアギフトカードをあげる、割引することができる。はあ、下取りの条件は、iPhone または今買い時じゃないのこれ。なんか下取り出すと、あ、延長します、下取り出すとなんか安くなるって書いてある、期間限定で。え、何これ。下取り価格1000円、下取り額1000円、1000円引きじゃねえかよ、騙されたわ。どういうことだよ、下取り額1000円だって、なんだそれ。ボンタさん、おつおつ、iPhone っていくらで売ってんだろう。 iPhone ってこの XR と X なんとかって何が違うの、全然わかんねえ。 iPhone これ XR で合ってんのかな、なんか7、8、10R って書いてあるけど全然よくわかんねえな、これ最近何がなんだかわかんないよね本当に。あれがなくなったのか、ボタンがなくなったのか、ホームボタンないんだ今。8の方が良くない？え、値段は？値段いくらすんの iPhone X って。 iPhone… うわ、84,000円、高っ。なにこれ、84,000円、マジか、高っ。え？ iPhone ってこんな高いの今、8万、なんだこれ。iPhone R、 R が安いのかな。 R が安くてこの値段なの。 iPhone S は、 iPhone S いくら、 iPhone S は、iPhone S は11万、11万。え、 R の方が、サンダールは簡単に言うと中身が8、はあ、側だけってことか、スペックは8ってことか。 iPhone8 だと安いね、67,800円。 iPhone8 に書いてiPhone8 全然8でいいんだけど俺、iPhone8 欲しいな、たっけえな。おい、 iPhone8 って今年だよね出たのね、去年だっけ、去年か。 3S と MAX はスペック同じ、サイズ違うだけ。 S と MAX はスペックが同じでサイズが違うだけなんだ。はあ、じゃあ iPhone8 でいいよね。 iPhone8 ってまだそんな古くないもんね、去年だよね。去年だね。じゃあデザインが、要はボタンがなくなったってことでしょ。俺ボタン全然あっていいもん、使いやすいから。 iPhone8 6万か。サンダールハエスとマックスの中間の大きさ。俺さ、配信で考えたんだけど iPod Touch じゃ無理かな。 iPod Touch でさ、あのミュージックの方あるじゃん、あれだと3万円で買えるんだよ。あれで配信できないかな。なんだっけ、 iPod Touch だよね、まだあんのかな。 iPod Touch だと3万ぐらいで売ってんだよ。あれ、 iPad Touch がない、え、もう売ってない。あれ、 iPad か、 iPod、 iPod Touch。 もかもか、加藤浩二、38使ってるけど7でもよかったな。これさ、6よりスペック低いんだよね。これだったら3万で手に入んの、この iPod。
で、俺携帯使ってないから、これにアプリダウンロードして配信できないかな。これって確か SE と同じスペックだったような気がするんだよね、確か。これじゃ配信無理かな。インカメついてるし、ここにインカメついてるし、外カメもあるから、これで配信で無理だと思う、みんな。このミュージック用のやつ。A8 チップだって。もう無理かな、これだと。どう思う？配信できると思う？6でもなんかカクカクだけど。誰かわかる人いる？無理かな。これだったらね、安く3万ぐらいで手に入るんだよね。これが確か3万いくらだったかな。安い方だと iPod Touch は、あ、違う。2万1000円。2万1800円で買える。2万1800円で。これでよくない？これで配信できるんだったら。どう思う？無理かな。3 iPod はおすすめしない音楽のみのイメージ。ハピネ無ス理アッかな。トーナちゃんおしさん和道先生はどつはいお。はどつ。無理かな。スペックが低いってこと？無理かな。もかもか、加藤浩二さん飲食店の注文で使ってるね。無理かな。あれだよ、iPad じゃないよ、iPod だよ。どうなんだろう。どれくらい動作性があるのかが分かんないんだよね。これいつ出たやつなんだろう。無理かな。誰かやってる人いないかな。SE と同じスペックなのかな、これって。A8 チップっていうのは。iPhone A8 は iPhone6 プラスに初めて搭載したモバイル CPU。 あ、じゃあ俺のと一緒じゃん。 CPU が一緒じゃないの？俺のこれと同じスペックって書いてあるよ。ダメなのかな。 43KP を10個プレゼントしました。え？ポンさんいいねを10個プレゼントしました。 iPhone の A8 チップってあれだってよ。この iPhone6 ポンさとん一緒風だって船よ。を10個プレゼントえ、しこまれいしけた。るんじゃないの？無理かな。ポンさんバーガーを2個プレゼントしまえ、しもうた。これ買っちゃおうかな、今日。こんなの配ポ信にンならさんないもハーんね。トをプレゼントしました。今日買いに行こうかな。A8 チップって書いてあるんじゃん。これ Apple Store に行って聞いてみようかな。
合ってるよね A8 違うのかなこれ間違えてんのかな俺が仕様見てみようか仕様がいいよチップ A8 チップって書いてあるえこれいけんじゃないの今日アップルストア行ってみようかなこれアップルストア行こうかなスウィンドルさんはちゃんおおスピンドル久しぶりえこれでよくないちょっと待って iPhone6 のメモリなんだ iPhone6 チップっていうのがこれがメモリとか CPU とかになるんだよね iPhone6 ポカップさん光るがポケット Wi-Fi と組み合わせて昔使えてたよね SIM なしだから俺も SIM なしなんだよこれ SIM 使ってなくて Wi-Fi 経由で使ってんの iPhone6 プラスで、これがもう壊れ始めてんの。この Wi-Fi 繋いでんのね。配信できてた、ヒカルくん。問題なさそうだった。その頃の放送。どうも、三沢です。サンワドちゃん。おはようございます。それ、どんな感じだった、ヒカルくんって。iPod Touch でやってた頃。トトロアンチャートさん、おはようございます。あー、トトロさん、どうもどうも。昨日ね、トトロさんとお会いさせていただいて、一緒に、ご一緒させていただいたんですよ。トトロさんの帽子いただきました。トトロさん、どうもです。ありがとうございます、昨日は。こんな感じ。うん、どうなんだろう、iPod。ちょっと待って、調べてみるわ。もうこれ、このままじゃ配信できないもん。毎日配信して、たよ1年、2年ぐらい。あ、本当に？じゃあ、買おうか、もう今日。俺、買うわ。もう、こんなグダグダして、iPhone がどうとか、ね、嫌だから。2万で買えるから、買っちゃう今日。アップルストア行って iPhone6 プラスなんだよ俺がトトロアンチャートさん3点しときますねマルペコありがとうございます3点よろしくお願いしますあざーす6プラスが iPhone6 プラスが CPU はちょっと待ってねiPhone6 プラスチップで検索しようかチップ iPhone6 プラスチップこれか性能比較iPhone6 ポカップさん SIM なしで納得できるかどうかだよね俺だって SIM 使ってないもんもともと携帯ドブラックだからモバイル Wi-Fi で配信やってんだもん普段電話番号持ってないんだもん俺だからだったら iPad でいいじゃん10万もかけないで2万で買えんだもんもうそうするわえだってヒカルくんできてたんでしょ1年か2年余裕じゃんヒカルくんに昨日会った時聞きゃよかったなちょっと待ってメモリチップがどうなってるかなシステムチップ A8 だいける俺のチップと変わんないんだよすごくない技術の進化すごいよね最新の4年前の最新だったものが今2万円で売ってるチップなんだ要はあれでしょ6プラスの時に開発したチップが余ってるから iPod Touch にぶっ込んでるってことでしょ簡単に言ったらえ今日買おうぜ今日買います2万配信機材だからいいよね別に無駄遣いじゃないし iPhone 買って叩かれないよね別によっしゃじゃあ走り行くかそろそろ 25% まで充電回ったんでダッシュ6本行きます僕毎日5キロ走ってるんですけど30分間5キロ走ってる間に飛んだ花火の数だけちょっとダッシュ決めます今日からで6発花火飛んだんで今日は6本花火6発分の花火いただいたんで今からダッシュぶちかましますきついぞ足パンパンだからね5キロ走った後だからじゃあ行こうダッシュ大っ嫌いなんだよね筋肉痛が半端じゃなくなるし痛
痛めるんだよね。見えてるよね、放送。大丈夫だよね。ダッシュ嫌いだわ。じゃあ最後の仕上げです。みんな覚えておいて、5キロ走ってる間に花火が一発飛んだらダッシュ1本追加。それがね、今日からのルール。今日2週間目だから、徐々にハードにしていくから。どっからどこぐらい走るのがいいかな。今から走るよ。今日は6発花火いただいたんで6本走ります。坂道の方がいいよね、どうせダッシュすんなら。坂道ダッシュの方が効くよね。なんかボクサーは坂道を駆け上がるって聞いたんだよね。坂道ダッシュで OK。坂道移動しよう。っていうか放送見れてる？だからレスポンスがなくなると怖いんだけど。あ、おっちゃんごめんね、走ってる途中で返事できなくて。昨日ありがとう。いっすいっす。みんなギリがたいよね、挨拶。すいません、僕みたいなもんに。ごめんね、さっきコメント拾えてなくて。頑張れ頑張る頑張る。6本、今日はダッシュ6本。いやー、足パンパンになるぞ。明日はさすがにジョギングロードワークの方あれかもね、30分切るかもね。さん、和道さんに会えてよかったねえ。なんか会うと印象変わりますよね。あの、僕もそうっすね。あれ、こういう人なんだとか、こんな感じなんだみたいな。そうそう、絶対会った方がいい。だから本当はね、1万人リアドッツ旅本当にやりたかったんだけどね、ちょっとね、時期じゃなかったけど、300人しか会えてないからね。あれ、いつかまた復活したいな。ちょっといろんな諸事情によって無理だったんだけど、いつかね、時期が来た時に復活したいな。お茶ガットさん、イメージが変わりました。なんかね、勝手になんか変なイメージつけられてんだよね、俺。なんかよく言われるんだよね、怖いとかヤンキーだと思ったとか。俺、アウトローとか不良とか大っ嫌いなの。そう、なんか勝手に不良、俺めちゃめちゃオタクなのに、なんか不良だと思われてんだよね。不良っつうか、なんかチンピラみたいな。俺、不良とかチンピラとかヤクザとか大っ嫌いなの。そう、なんかね、怖いとか言われたり。目が寄ってるからかな。目が寄ってるから。何なんだろう、イメージって怖いよね。でもね、会うとね、なんか普通だわとかね、なんか会ったら全然違うわって言われる。昔からなんだよね。ここにしようか。ここどう、坂道具合。みんな、ここがちょうどいつも走ってるところなんだけど、いい感じの坂道でしょ。平行にするとこんな感じ。ここどうすか、ここ駆け上がるっていうの。これいつも走ってんの、こんな感じの坂道なんですよ。ここ膝壊れないしいいと思うんだよね。ここにしましょう。寒い、体冷えてきた。さっきまで汗だくだったのに。あ、また充電。じわじわ来るやつですね。何なんだろうね。じゃあ走りますか。じゃあ皆さんからいただいた感謝の、花火師さんへの感謝のダッシュやります。感謝のダッシュ。これほんときついかんね。でもやらないと強くなんないしね。もう肺活量も結構いい感じになってきたから、こっから先は瞬発力、そのなんつうの、筋量も、速筋と遅筋とか言うんだよね。なんだ。うん、また来てください。ありがとうございます。まあ毎日僕ダラダラやってるんで、暇な時に遊びに来てくれると嬉しいですね。
あ、暇だから絡み行きたいよって、そんな感じで。よし、じゃ今見てる人手挙げ。仕事とかの準備で忙しい人はいいけど、今見てるよっていう人手挙げで。うんとね、俺毎日5キロ走ってて、ステゴロのトレーニングで、今日からその5キロ走ってる間に花火が飛んだ数だけあのダッシュぶちかますっていう、そういうあの企画なんですよ。で今日5キロ走ってる間に30分ぐらいの間に花火6発飛んだんで、今からダッシュ6本ですね。お、満喫、おいらっしゃい。お、ワイヤーでだ、ワイヤーで飯行こうよ今度。じゃあ やりますか。え、あの YouTube に全部データ残ってるけど、毎日走ってるけど、もう走り終わったの、ジョギングは終わったの。あー、バッテリー切れそう、早く走ろう。もうあのロードワークは終わったよ。こんな感じでいいかな、これで OK。 価格これで OK？ 見える？これで OK ですか？ OK だったら手挙げて、 OK って書いて。これで OK？ OK？ B 様さん OK？ OK 行ってくる。様さん来たきま。寒い。様さん、そんな疲れる？いや、つか、33歳のニートだよ。
30だけど結構きつい坂、30ぐらい距離的には、30メーター、50メーターないと思う。ごめんよ、B 様さん100にして。無理無理、まだ初日だから。 B 様さん100ダッシュ。しんどい、やばい、しんどい、あと1本、あと1本、あ、残り 10%、 早く行きます。ラスト1本。お疲れ、お疲れ様です。花道さん、ありがとうございました。花道さん、ありがとうございました。お疲れ様です。頭クラクラする。お疲れ様です。大地さん、初日からダッシュは危ないよ。いや、初日じゃない、ロードワークは14回やってる。いや、ダッシュが初日ってこと。5キロ走ってんのは14日やってる。1ヶ月間は基礎体力作りで、技術練習は残り後半5ヶ月でやります。まずは体力作ろう。あ、疲れた。
ダメだ、息が上がりっぱきっつ。今日後で iPhone 買いこう。監督はやめたんですか。やってるよ、映画も作ってる。俺の YouTube 見てくれたら映画の練習とかも全部載ってるよ。もしよかったら YouTube 和田監督で検索して覗いてみて、俺のチャンネル。 Facebook もインスタも Twitter もツイキャスも YouTube もふわっちも全部のアカウント和田監督にしてるから、ひらがなで和田、漢字で監督で検索して、つながりたい SNS あったらつながってよろしくお願いします。やばい、ダッシュきっつ。やばこれマジで息戻んね。満喫おさん、まさか iPhone 買いに行くのもダッシュなんてストイックすぎる。お前ほんと30超えてみろよ。お前もう俺が言ってる意味わかるよ。33でやってみろお前。きっつ。お前こっちとらお前生っ粋のニートだぞお前。こってこてのニートだよ。なめんなよニート。おじいちゃん脱症してる。やっと息戻ってきた。大地さん40超えてるのかと思ったよ。33。40は超えてない。リスナーさんからの差し入れのポカリ飲んで今日は終わり。もう無理。意外と若い。意外と若い。老けてるかな。アップルストアって何時からだろう。10時からかな。やば。ばあさん、ひげ剃ったらやばそうな顔してそう。ひげ剃ったらね、サイコパスみたいな顔。サイコパスみたいなっていうかサイコパスなんだけど。地方の人、神田川ってどんなイメージ？地方に住んでる人って神田川ってどんなイメージなの？イメージ。お久しぶりっす。大阪の人とかさ、北海道の人の神田川のイメージ。だめだ、本当に息が戻らねえ。やっば、これ戦えんのか、これ本当に。満喫おさん、接点持って待ちわびてる人が並んでるイメージ。これが神田川だよみんな。これがリアル神田川。イメージと一緒。これ神田リバーだよみんな。神田リバー。安蔵さん、勝てそうですか？勝てそうっていうか、勝つためにやってますね。疲れた。大地さん、タバコは吸ってる？バンバン吸ってます。ほい、ワドツ。423、おはよう、ワドツ。ワドツ。
でもまあね、動き。ダッサンさんイケメンすぎ。俺の勘だからイメージと違うよね。俺も初めて見た時、えってなんか違うんだけどイメージとって思ったもん。すげえわかる、満喫王の言いたいこと。なんかもっとノスタルジックなさイメージだよね。なんか違うよね。あれが神田川だよ。てかマジで息戻んね、やば。スター423めっちゃ痩せた。めっちゃ痩せた、めっちゃ痩せた。お腹も全然出てないよ今。ほら乗っかってないでしょ。なんなら割れ始めてるからね。これ引っ込ませてないからね。ウケるでしょ。ちょっとくびれてきたよ、めっちゃ痩せた。だって毎日5キロ走ってるもん。やばい。隠れてくる。423かっこよくなってるわ。このままいったらマジで腹筋バキバキになるよ、このペースでいったら。超ハードだ。自分はタバコやめてから階段登っても息上がらなくなったよ。いや階段登っても息上がんないわ俺、逆に逆に階段登っても息上がんないわ。はあ、疲れた、暑い。安蔵さん、パワーとスタミナのバランスが大切。そうだね、あとは気合、あとは絶対負けねえっていう根性かな。前回足りなかった絶対に負けないっていう根性。疲れた。いや飯食いこう、今日何食おうかな。飯がうまいんだよ最近、よく寝れるし。あとね、変わったのが顎の骨が出てきた。二重顎がなくなってんの。ヒゲだから分かりづらいけど、横から見るとね、顎は出てきてるはずなの。二重顎なくなってきたでしょ、うん、すっきりしてんの顔が。ほらないでしょ、ここポコってなってたでしょ。全然首がシャープになったね。スター423、うん、顔全然違う。いやもうマジで本気で走ってるもん今。ネタじゃなくて、閲覧もう30とか20とかしかないけど、毎日バカみたいに走ってるよ本当。ストレッチした方がいいね。本当にそう、本当にそう。満喫をサンハードなことした後はストレッチ。いやマジでマジで満喫をの言う通り。じゃあ皆さんお疲れ様です。手頃頑張ります。今日 iPhone 買いに行きます。飯食いに行ってきます。シャワー浴びて。お疲れ、お疲れっす。